うん、いい写真が撮れそう。ジャスティンとスケーター仲間だ。いろいろできてかっこいいな。ジャスティン。マックスじゃん。かましに来たの？もちろん、そのつもり。最初のトリックは何？ジャンプかな。うわ、だっせ。ノーズスライドかトレフリップぐらい知っててもらわなきゃ話になんないね。ジャスティン。マックスじゃん。かましに来たの？ノーズスライドしたいとこだけど、誰かトレフリップ見せてくれるかな。へえ、結構詳しいじゃん。まあね、全然下手くそだけど。そんじゃさ、俺らがお手本見せてやるよ。リクエストある？トレフリップがいいな。うちのトレバーがいいとこ見せるぜ。すぎるでしょう。猫だったらもっとヤバかった。写真でちょっとしたメッセージを送ろうかな。これを動かしてこっちに。うん、だんだん見えてきた。ふざけんなよ。いった、何すん。ダメだ、巻き戻そう。アリッサ、そこどいて。ああ、別にいいけど。やっとちゃんと人助けができた。こういうのがしたかったんだ。マックス、おかげで助かったよ。ありがとね。危なかったね。これだから脳筋男は。ボルテックスクラブのメンバーにはこんなことしないくせに。くだらないクラブだよ。だよね。今度ゆっくり話そうよ。今はこの中身空っぽの小説読まなきゃ。カルマっていうのはこういうこと。指で何か書きたくなるくらいの埃。拭いてって書けなきゃ汚れてるとは言わない。アルカディアベイの駐車場を取って連作にできるかも。すごくいい絵になりそう。じっとしててね。捕まえた。力を正しいことに使いますよ。
いいものがあった。ほら、リスさんおいで。写真を撮ってあげるよ。やった。ピューリッツァー賞はいただきだね。信じられない。あれ、竜巻の夢に出てきたのと同じ鹿？鹿の写真を撮るなら今。とりあえずクロエと話そう。ウォーレン、大丈夫？浮かない顔して悩み事？マックス、ちょうどいいとこに来てくれたね。ちょっと実験のアドバイスが欲しいんだ。ウォーレンにもわからないなら無理だって。カリウムとナトリウム、どっちを入れたらいいと思う？教えて、マックス博士。なんで私に聞くのかわからないけど、そうだな、カリウム。はい、カリウムね。うまくいったらハグしてあげるよ。おかしいな。グラント先生。ごきげんよう。先生、ちょっと聞いてもいいですか？くだらない質問かもしれないけど。あら、くだらない質問なんてないのよ。何かしら。今週の実験なんですけど、先生ならカリウムとナトリウムどっちを入れますか？それじゃ何も起きないか爆発するだけよ。塩素を試したら？すみません、私そろそろ行かないと。それじゃまた今度話しましょう。近いうちにね。ウォーレン、大丈夫？浮かない顔して悩み事？マックス、ちょうどいいとこに来てくれたね。ちょっと実験のアドバイスが欲しいんだ。ウォーレンにもわからないなら無理だって。カリウムとナトリウム、どっちを入れたらいいと思う？教えて、マックス博士。ウォーレン、カリウムもナトリウムも外れだよ。塩素を入れるのが正解。塩素か、思いつかなかったな。でもその自信は信用に値する。やってみよう。大正解だ。ありがとう。私は何も。コールフィールド博士のお手柄だよ。ちょっと楽しかった。ウォーレンはオタクモード全開の時いい感じ。このポーズどうかしら。うん、最高だね。デナ、左向いて。じゃあ次はリリー、目線くれるかな。レイラ、どう？綺麗に撮れたよ。
セーターの染み落としにしては高いね。ビクトリアの秘密？オタクだったのか。レンズを見て。はい、ナッツ。よし。みんな寝てる。起こしたくないけど、写真撮りたいな。こんばんは、お魚さん。ありがとう。いいのが撮れたよ。うわ、電子タバコにすればいいのに。クロエ、俺の坊やに挨拶しな。悪党に、お休みを言いな。マッドマックス参上、かましてやるぜ。なんてね。いつか空が赤くなっても不思議じゃないよね。あ、かわいそうに。なんか怯えてるみたい。鳥さん出てって、ほら飛んで。どうも、ちょっといいですか？なんだ、話すことなんてないぜ。ずいぶん機嫌悪いんですね。クソガキどもが線路をめちゃめちゃにしたせいで、俺は3日も荷物が着くのを待つ羽目になったんだ。時は金なりっていうのに。それは災難でしたね。こんな街なんかさっさとおさらばしたいってのに、街全体がめちゃくちゃだ。雪に日食、アバズレは自殺未遂するし。出て行けばいいじゃないですか。できるならやってる。そういや前にレイチェルとかいう女がロスまで乗せてけって言ってきたな。レイチェルを知ってるんですか？彼女のことを教えて。嫌だね。仕事もしたことのないガキの相手なんかしてられん。俺のトラックでも運転してみたらどうだ。77年生のジャジャ馬だ。分かったらとっとと失せな。どうも、ちょっといいですか？なんだ、話すことなんてないぜ。そこに止まってる77年製のトラックってあなたのですか？ずいぶん詳しいんだな。友達のレイチェルがこのトレーラーのことを教えてくれたんです。私、写真を撮るのが好きだから。レイチェルを知ってるのか？あの女はトラックのことなんざ興味なかった。仕事にもな。じゃあ、あなたも彼女を知ってるんですね。ダイナーであった。あの女、
金目当てに男に近づいていやがった。いなくなったらしいが、せいせいしたぜ。だがお前ならいつでも俺のトラックの写真を撮っていいぜ。じゃあな。運転手を喜ばせたら撮影の許可がもらえた。ニーダム1977年モデル、これは素晴らしいよ。何なの、悲しさ、忌まわしさ、美しさが一体になった驚くべき光景。嫌な予感。あれ？じゃあ何個？まさかシェフを疑って。今度は私が撮るよ。はい、ポーズ。スターにしてよ。若く見えるようにな。いるのか？本当にシェフのつもりなんだ。ママがいない時はね。知らないよ。おじさんがクロエをどんなに愛してたか言えたらいいのに。ケスの卵だ。板をどけたら写真が撮れるかな。ごめんね、一枚だけ撮らせてね。カシャ、アルカディアベイ自然シリーズにもう一枚と。うん、こんなところに石なんてあったっけ。なんだか怖いな。後世のために一枚。次は僕から君に答えを求めに行こう。リスだけはまだ元気に走り回ってるみたいですね。うん。でもリスまでどうかなったら。サミュエルがいれば大丈夫ですよ。餌を食べる時だけは平和なのさ。実によく食べるよ。そういえばそろそろ餌をやる時間だった。ほら、こっちにおいで。私に取ってほしいの？しょうがないな。トイレットペーパー戦争勃発。写真家なら一度はビッグフットを撮らないとね。これもきっと全部竜巻と関係あるはず。探してみてくれ。
こんばんは、ドクター・ホーなんてね。早くネイさんを捕まえなきゃ。休めばまた飲めるか。今はそんな気分じゃないけど、面白い写真になりそう。ケイト。ケイト。うん、マックス。ケイト、聞いて。何？その、何があってもケイトは一人じゃないって伝えたくて。私はいつだって味方だよ。私だけじゃない、他にもたくさんの人があなたを大切に思ってる。そのことを忘れないでね。マックス、今週初めて明るい光が見えた気がする。私、なんて言ったら。何も言わないで。ただハグすればいいんじゃないかな。ありがとう。マックスがいてくれれば安心だよ。この構図は、とある天才写真家を思い出すね。そんな、デイビッド！もう鼻血を出すこともない。安心しなさい。待って、聞いて。最後に一つだけお願いしてもいいですか？いい表情だ。そんな顔で頼まれたら嫌とは言えないよ。最後にもう一枚撮ってください。最高の被写体になりたいんです。驚きだな。ようやく僕を理解してくれたようだね。愛が終わろうとしてる。でも私ならきっと。三度目の正直ってわけにはいかないか。夢か現実かわからないけど、写真だけは撮っておこう。サミュエル、
三上。猿の惑星見に行こうよ。詮索癖を両親にどう説明したものか。スカーフを貸してもらえないかい。早く乗れよ。二度と。ウォーレン、こんなのありえない。怖いよ。念のために証拠を。出てきなよ。出てこい。あの青髪の不良とはどういう関係？リスも君を嫌いに。戦争経験した俺には勝てないってな。こっちに来やがる。切り刻んで。マックス、君は僕の最高傑作に立つ。マックス、君は僕の最高傑作になる。まさか、また空き瓶集めをやるの？マックス、マックス。こっちに来やがれ。切り刻んでやるよ、この化け物。マックス、君は僕の最高傑作になる。俺の豆。見つけやすいところにあるならともかく。レイチェルを見せたかったよ、僕の血染めの天使。空き瓶の呪いってあるの？あと一個かな。もうこれで最後にしてよ。ここだ。レイチェルと一緒に下水管の中を流す。クロエのせいだよ、瓶を集めてなんて言うから。一応証拠に写真でも撮っておこうかな。当たり前だけどな。